ちょっと生意気なゴジラ2世。2024年シーズン、新監督に就任した阿部慎之助率いる巨人は多くの若手を起用しながら戦っています。そんな中で2023年に2桁ホームランを放ち、さらなる飛躍が期待されている秋広優斗にはなかなか活躍の場が巡ってきませんでした。開幕メンバーから漏れ、5月7日にようやく1軍に昇格。しかし昇格後も活躍の場は限られています。期待されているはずの秋広が試合に出られないのはなぜでしょうか。元巨人のコーチである本木大輔は秋広が試合に出られない理由を知っているかもしれません。背番号55のゴジラの後継者。2023年の巨人でブレイクした選手の一人が秋広でした。秋広はプロ入り1年目の2021年オフにゴジラの愛称で親しまれた松井秀喜の背番号55を継承。202センチの長身という恵まれた体格も相まってゴジラ2世として注目を集めます。2022年は1軍出場はなかったものの、イースタンリーグの最多安打を記録。ブレイクが近いと思わせるような成長を見せていました。そして2023年は開幕1軍こそ逃したものの、4月18日に1軍昇格。4月22日にプロ初スタメン、初ヒット、初タイムリーを記録します。秋広はその後も好調を維持しスタメンに定着。5月25日の DeNA 戦では3番ライトで先発出場し、球団として松井以来となる20歳以下でのクリーンナップ出場となりました。その後クリーンナップとして定着すると、7月23日には1軍初安打、シーズンにして2桁本塁打となる10号を放つと同時に、球団史上初の高卒3年目で4試合連続本塁打も記録。松井に匹敵するまさにゴジラ2世と言えるパワーヒッターが誕生したと思われました。ところがその試合以降はシーズン終了までホームランが出ることはなく、さらに夏場以降は徐々に数字を落とします。特に左ピッチャーに弱く、シーズン終盤には先発が左投げの日はほぼ控えに回っていました。ただ最終的に規定打席にはわずか4打席足りない439打席に終わったものの、121試合で打率2割7分3厘、10本塁打、41打点の成績を記録。当時の監督だった原辰徳は、よく頑張っています、すごく頑張っていますと絶賛しつつ、続けて秋広に注文していました。阿部慎之助にも聞きなさい、高橋由伸が来たら由伸にも聞きなさい、松井さんだってこの前来た時には聞きなさいと話した、そのくらいにこれから超えるものはたくさんあるんだからと、レジェンドたちからさまざまなことを吸収し、さらに成長することを期待しています。シーズン後半の低調ぶりは気になったものの、高齢化の目立つ巨人のレギュラー陣において希望の光になると思われました。ところが秋広を抜擢した原は2023年オフに退任。新監督に阿部が就任したところから秋広の立場は怪しくなりました。干されているのか。阿部が向ける秋広への言葉は厳しいと言われています。語気が強いのではという周囲の声も聞こえますが、阿部は2軍監督の時に秋広を1年目から誰よりも見ていました。そのためシーズンオフ、キャンプ、そしてオープン戦でも変わらない秋広の現状に苛立ちを覚えている可能性があります。2023年春季キャンプの振り分け発表時には、前年頭角を現した秋広の1軍スタートは規定路線でしたが、3軍にしようかと少し悩んだそうです。実は2023年オフの球団行事に秋広は2回も遅刻。阿部は、遅刻するって一番信頼失うからね、今回は1軍スタートさせてあげますよ、ダメだったらお隣の3軍へ行ってください、人としての成長を監視しておきますと厳しさを前面に出していました。その後始まったキャンプでも阿部の厳しい言葉は秋広に投げつけられます。指揮官直々に長打力アップの打撃を伝授されていた秋広。阿部はまだ振れる、まだいけると声をかけながら秋広を鼓舞します。熱が入りすぎたのか、秋広がヒットを打って一塁にいても邪魔だって言った、
ツーベース以上を打つつもりで打ってほしいと少々乱暴な物言いで秋広に熱血指導。秋広もホームランが一番最高の結果かなと思うので頑張りたいと長打力増加に意欲を見せ、キャンプは順調に過ごせたかに思われました。ところが実戦に入っても秋広は阿部から厳しい言葉を投げかけられます。台湾で行われた中信ブラザーズとの親善試合で秋広は守備で反応の悪さを露呈。試合後の共同会見の最後に阿部は自らマイクを持ち、打球もすごかったんですが多分チアガールでも見ていたのかなと、それは言っておきたいと秋広に苦言を呈していました。その後オープン戦で打率1割2分5厘0本塁打2打点と結果を出せなかった秋広は開幕1軍を逃します。開幕時にテレビのインタビューを受けた阿部はインタビュアーから秋広に対する厳しさについて問われると、期待の裏返しですよと発言。続けて背番号55を背負い巨人のキーとしての期待を問われますが、秋広への思いを隠そうとしませんでした。そういう存在になってほしいっていうね、僕の気持ちの表れだと思いますね。もっとできるからこそそれを追い求めてほしいなっていうと真剣な表情で阿部は答え、厳しさは愛の無知であると説明。ただ即座に、ま、だけど基本ドラフト4位か5位ぐらいなんでと2020年ドラフト5位指名で巨人入りした秋広の経歴を出し、あまり期待しない方がいいですと淡々とした口調で続けました。その後秋広は5月7日に一軍昇格。しかし阿部は秋広の昇格を明言した際、良くてあげるわけじゃないから全く期待していないと辛口のコメントを残します。実際秋広はそれまでイースタンリーグでは打率2割1分6厘で本塁打はゼロ、成績を残していない中梶谷隆行の故障などもあって昇格となったことから、阿部はあえて厳しく語り奮起を促しました。そして厳しさは発言だけではなく起用法にも表れています。昇格から3カード7試合で与えられた打席は10、前年クリーンナップを担った時のような信頼はなく、干されているのかとファンが思ってしまうほどの期待のなさです。飛躍を期待されたはずのシーズンですが、なぜ秋広の立ち位置はここまで変わったのでしょうか。この現状を2023年まで巨人のコーチを務めていた元木は予期していたかもしれません。全体的に舐めている。元木は秋広の性格について言及しています。監督は真剣に言ってるのにそれでもおかしく返しちゃうんで怒られちゃうんですよ、そこはちゃんとはいって言っとけってとこうと証言。2024年のキャンプ初日、球団公式 YouTube に投稿された映像内で阿部が自主トレやってないの？と聞くと、秋広はおっしゃ自主トレやってるよとまさかのタメ口で返答しています。よく言えば物おじしないとも受け取れますが、やはり目上に対する礼儀は必要かもしれません。元木もコーチ時代秋広を指導していた立場ですが、同じく秋広の態度に呆れたことがあるようです。秋広がルーキーだった2021年の春季キャンプで18歳ながら一軍キャンプに参加していた秋広はテレビのインタビューを受け、元木についてコメントをしていました。バラエティ番組で見ていたのでもうちょっと面白いというかチームを盛り上げるとか明るくしてくれるだけかなと、とルーキーにもかかわらずコーチに失礼な発言。想像以上に野球に関することを教えてくれているので嬉しいですと元木をいじるかのような話をしていました。これを聞いた元木はおかしいでしょそのコメントは、俺ヘッドだぞと笑い交じりに突っ込んで笑いを誘っていましたが、元木の陽気なキャラクターに救われたような印象もあります。またある日の練習中もダッシュを行っていた秋広が元木の目の前スレスレを通過するなどからかうような態度で練習姿をアピール。この時の様子は球団のインスタグラムに投稿されファンの様々な反応が寄せられましたが、多くは秋広が元木を舐めているのではという意見でした。ただ元木は喋るとまあまあ生意気と秋広の性格を見抜いており、
生意気な若者ということで咎めなかったようです。しかし元木は野球に対する姿勢では秋広に足りないものを鋭く指摘していました。2022年の春季キャンプで秋広は一軍でアピールを続けていましたが、実戦での態度について元木が苦言を呈しています。一軍に残りたい、一軍で試合に出たいという気持ちが全然感じ取れないと本人に言いました。ただやっているだけじゃダメと伝えましたと覇気のなさを指摘。力強くなっていると成長を認めつつ、さらなる取り組む姿勢を求め、同期なら中山礼都の方が一軍に残りたいという気持ちが見えたとも語り、奮起を促していました。また元木は秋広が背番号55を背負うことになった際にも、新聞の一面になって勘違いする選手はいっぱいいる、気をつけなさいよと常に言っておこうとと釘を刺しています。やはり技術面もさることながら、メンタル面の成長が秋広には必要でした。ただ元木が苦言を呈しながらも笑って許してしまうのは、秋広が憎めない性格であり、また55番を継承するに値する逸材だと思っているからなのかもしれません。日頃から秋広に当たりの強い阿部もやはり期待をしているからこその言動のようです。2024年5月7日、秋広は今季初めて1軍に昇格。試合前の打撃練習でフリー打撃の順番は最後でした。準備で T 打撃を始めると、それまで外野で練習を見守っていた阿部が秋広のところへ向かいます。そして T 打撃を近くで見守りながら時折アドバイスをし、いいスイングをした時はうなずき見守っていました。阿部は以前、秋広はもう結果を出すしかない、すごい選手になる可能性を秘めている、なんとか辛抱して飽きずに指導していきたいと本音を明かしています。生意気と思われがちの若武者、それでも周りが放っておかないのは、やはり秋広には誰もが認めるポテンシャルがあるからではないでしょうか。阿部や元木が指摘していた通り、少し舐めた態度が現在の立ち位置につながっている可能性があります。野球に真摯に向き合えば、ゴジラ2世として本格的に覚醒し、巨人を引っ張る選手になるかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。